いよく寝た。よし、今日はネザーにグロースーンを取りに行くぞ。トロッコを設置して、さあ出発だ。よし、ネザーに到着したぞ。ネザーは危険だから念のため剣と盾を装備だ。ギャー、マグマキューブとコードモゾービピックマン。わ、攻撃してこないから大丈夫か。あ、グロストーン見つけた。ギャーブレイズ。よっしゃ、よし、グロストーン回収だ。ないところだった。でもグロースストーンの真下だ。ラッキー、掘っちゃおう。うぎゃー。はあ、無事に鶏小屋できた。なかなかよくできたでしょ、マーティ。鶏さんたちも元気に過ごしてるわ。ギャー、アレックス。どうしたのかしら。アレックス、どうしたの。スティーブ、装備全然ないじゃない。ゼノスしちゃったんだよ。そんなことより早く逃げなきゃ。なんてことでしょう。ガストがこっちの世界に来ちゃった。ごめん。私がせっかく作ったニワトリ小屋が、もう絶対に許せない。うわ、この野郎、もう許せないわ。やったね、アレックス。やっぱ女の人って強いな。なんですって。余計なこと言わない。イエーイ、今日は豚に乗れたぞ。ん、あれ、なんで村人さんここにいるの。はあ、いや、外は危ないよ。はあ、はあ、いや、はあ、じゃなくて、ちょっとまさかスイカ取るつもりなの。外は危険だから村に帰った方がいいよ。うわー、やっぱりクリーパー出た。うわー、村人さん、うわー、村人さん、あら、今何かあったかしら。ね、マーティー、何か聞こえた。まあ、いっか。ああ、よく寝た。今日は洞窟に探検だ。よし、洞窟到着だ。お、早速レッドストーンがあるぞ。レッドストーンいただき。お、奥にダイヤモンドがあるぞ。うわー、ゾンビー、やばい、剣持ってくんの忘れちゃった。えい、くれくれ、やった。ん、なんでTNTが動いてんの。ギャー、子供ゾンビーがTNT持ってる。だったのに。はあ、よく寝たわ。今日は魚バンバン釣っちゃうわよ。楽しみ。おや、白熊さんもいるわ。平和でいいわ。さて、いっぱい釣っちゃうわよ。よいしょ。やったわ、釣れたわ。キャストレイよ、武器を持ってないから一旦逃げるしかないわね。逃げましょ、逃げましょ、逃げましょ、おっかないわ。
そうだわ、この新兵器を試そうかしら。食らいなさい。やったわ。アレックス、え、何かしら。早く逃げないと。どうしたの、また何かに追われてんの。ちょっと、まだあれに追われてるの。またやられちゃったのね、スティーブ。かわいそう。はあ、よく寝たわ。今日は私一人でネザー探検に行くわ。それにしてもスティーブ全然帰ってこないけど大丈夫かしら。よし、アンデッド特攻されたエンチャントの斧も持ったし、これで準備万端だわ。ネザーに行くわ。ふぅ、相変わらず物騒なところね。おや、早速マグマキューブがいたわ。でもムシムシ。さて、私はこちらの方に行って、ん、現れたわね、ゾンビピッグマン。でもアンデッド特攻だから一撃よ。ほれ、どうでしょう、素晴らしいわ、私の斧。ああ、ウィザースケルトンだわ。でもアンデッド特攻の斧があれば倒せるはず。はい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 、あれ効かないんだけど、どうして。おお、なんだか TNT が爆発したけど、うまいこと着地できたわ。さすが私。アレックス、早く逃げないと。ああ、スティーブ、ようやく帰ってきたの。嘘でしょ、まだそれに追われてるの。わあ、スティーブ、相変わらずね。はい、よく寝た。今日は忙しいぞ、みんなに名札をつけてあげるんだ。あ、おはよう、スティーブ。今日は忙しいんでしょ。そうだよ。みんなに名札をつけてあげるんでしょ。頑張ってね。よし、じゃあまずはコブタちゃんからだ。よし、コブタちゃんの名前はピクセルだ。おいで、名札つけてあげるよ。セット完了。今日から君はピクセルだ。じゃあ今度はロボくんに名前をつけてあげよう。ロボくんはいつも最高に頑張ってるからマックスだ。よし、つけ終わった。とっても似合ってるよ。じゃあ最後はクラウサギちゃんだな。可愛らしいフラッフィーって名前にしよう。これで名札はすべてつけ終わったな。あー、疲れた。うわー、スケルトン。あ、ちょっと待てよ。君にも名札をつけてあげる。君は骨だからボーンズだ。ボーンズ、とっても似合ってるよ。今日から君は僕たちの家族だ。え、何すんの、ボーンズ。ちょっと、家族だって言ってるじゃないの。うわ、スティーブ、なんてことなの。許せないわ、スケルトン。こりゃ、おりゃ、どりゃ。あっけなかったわね。あれ、スティーブ、なんでリスポーンしてこないのかしら。リディア？女の人の名前じゃない？どういうことなのこれ、スティーブ？どういうこと？やべえ、リスポーンするのしばらくやめとこう。はい、ということで、レゴマインクラフト2018年の新シリーズの7つの寸劇のまとめをご覧いただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。レゴマインクラフトはね、毎年2回 ?3 回ぐらいね、発売時期があるので、まだ第2回目第3回目の発売があった時にはまたね、購入して寸劇作りたいなと思います。
はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回おすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。